安曇の安曇のは、長野県中部にある松本盆地のうち、安佐川、西川の西岸から高瀬川流域の最南部にかけて広がる、戦場地全体を総括している。語源は、古代にこの地に移住してきた、海人族、安曇市に由来するという説がある。安美市はもともと、北九州の滋賀島周辺を本拠地としていたが、全国に散らばっていった。ホタ神社は、 シナノの安住軍に定住した安住氏が祖神を祀った古社であり、滋賀島から全国に散った後の一族の本拠地は、ここだとされる。安住野が指し示す範囲としては、明確に確定された線引きはないが、大ね安住野市、池田町、松川村、大町市南部の四市町村ほか、さらに、松本市安佐川地区、古くは安住平と呼ばれていたが、薄井吉見の小説、 安住野によって有名になり、この名称が定着した。それ以前にも、武者の工事寂和若山牧水、ンマロラの文人によって、安住野と呼ばれていた。なお、安住のひらがな表記については明確な基準はないが、安住氏が天積みに由来していることから、安住と読む場合が多いが、現代金遣いでは、一般的に図は図と表記するように定められていることから、 アズミと表記している例もある。ローマ字表記は、アズミ、アズミにかかわらず、アズミである。アズミノは、北アルプスの山々から湧き出た清流によってできた複合洗浄地である。そのため地表にある水は浸透してしまうため、石と呼ばれる用水路によって灌漑し、農業を行っている。主に、稲作や、リンゴ栽培であり、水田地帯が多い。 戦場地の先端部では、安住野わさびでに有水群があり、水がきれいでないとできないわさび栽培や、にじます、新州サーモンの養殖を行っている。安住野の,の水田地帯また、数多くの美術館や資料館、記念館が点在しており、美術館巡りを楽しむことができるほか、小さく、個性的な喫茶店や、そば屋、レストラン、宿なども多くある。 長野県内有数の観光地、別荘地となっており、多くの観光客が県内外から訪れる。さらに、定年を迎えるなどした都会在住者などがスローライフを求めて移住する動きも活発に見られる。湧水の小川常年山脈を水源とする西川、小高川、高瀬川が形成する扇状地が重なり合った複合扇状地の扇松部に位置する。 安住野の至るところから地下水が湧き出しており、その水量は日量70万トンと言われ、安住野の名産であるワサビやニジマスを育てている。1985年環境庁が指定した名水百選に選定されるとともに1995年3月には国土庁から水とロマン溢れる安住野として水の里百選の認定を受けた。 穂高神社大王わさび農場の水車庫や長野県、南安住郡、三田村生まれの小説家、宇井義美の歴史小説で彼の代表作。1964年入校、1974年上司、筑麻書房から出版、前後間に及ぶ長編小説である。主人公は、実業家の相馬愛蔵、相馬義雄妻、彫刻家の小木原六山。 教育者の井口紀元次、社会主義者の木下直恵、そして終盤で登場する作者本人の計6人。木下と両を除く4人の故郷である安住野と相馬夫妻が東京本郷で起業した新宿中村屋の物語に作者の戦中戦後の回顧録を合わせて広く明治から昭和中期にかけての日本を描いている。国土交通省安住野市安住野わさび伝。 流水群名水百選アーカイブド2011年9月26日アットザウェイバックマシン安ず野清水の里百選ありがとうございます